ち上げ花火ということで、バイオ島の観光ツアー、カン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 、ドゥン、綺麗な花火だな。やっていきましょうか。ということでね、まあ、続きやっていこうと思うんですけども、とりあえず真ん中バーンって映るんで、あー、ニュルニュルニュルって出てくるんで、さあ、起き上がって、プル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 って、あ、頭がないのにどうやって君は歩いているんだねって。そうなんだよね。セルとかさ、フリーザーは違うか。セルとかさ、ピッコロとかってのさ、頭がなくなってるのにさ、こう、なんか動けるとかっていうのが一体どういうあれなのかなっていうのはすごい不思議に思ったりもするんですよね。なんかどん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 なんかムル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 近づいてくるやつがいるんで、うわぁ、あれあれあれ、これが、アシステッドの力か。なるほどな。ほら、なんだっけ、普通にさ、せやーじゃないんだよ。リンクかって。せやーって。違う。ほら、なんだっけ、あれになってたじゃん。アイアンメイデンに。なのになってないってことはさ、ね、普通に、優しいんだね、アシステッドって。さすがだな、アシストは優しいな。ここは開かないんだな。こっちは開くんだな。素材Lが取れるんだな。で、なんだっけ。サンプルを移送したらなんかとんでもないことになっちゃいましたよって。そうそうそう。まあ、ね、前回っていうか、まあ、チャプターなことに入ってからさ、なんかいろいろさ、皆さんにさ、身の上相談じゃないけどさ、なんかそういうのやったりとかしてんじゃないですか。もうね、なんかもう僕もね、ほんとね、いろいろとね、こう一人でね、やったりとかしてるとさ、時々ほんとに虚しく寂しくなる時があるんですよ。だからね、誰かね、そのバイオシックスとかでもいいからさ、一緒に協力プレイしてくれる人とかがいるとさ、もう非常にありがたいというかさ、もうなんか、ね、和むというかね、そういうのが欲しかったりするなっていうのは思ったりしますよ。はい、ほんと。まあ、ね、残念ながらね、家でバイオハザードするなんてね、当然ながらね、ね、嫁ちゃんはやらないし、娘ちゃんなんか持ってるのとかですからね。じゃあ、娘がもうちょっと大きくなってきてね、子供と、ね、何か一緒にゲームができるようになったりなんかもしたりすると、すごい面白いのかなと思ったりするんですけど、ぴょーん、残念でした。はい、じゃあ、よいしょ。ダメです。そんな求愛行動はダメです。ちなみにこのなんか カウンタートークでなんかできたりとかするのかな。ああ、こいつはあれなんだね。大きくなるんだね。全身乳首野郎になっちゃうんだ。残念ですね。全身乳首野郎はじゃあ足をとりあえずちぎっておきます。全身乳首。で、興奮すると乳首を飛ばしてきます。興奮すると乳首が飛んでくるからお気をつけてくださいと。何なんだ。はい、ありがとうございます。飛ばした乳首はありがたく愛撫させていただきます。で、これをもっちきん、6発か、6発の強化手榴弾じゃ、まあ、なかなかね、ぶちのめすってことは、まあ、難しいのかもしれないけどね。とりあえず、鎖蛇が手に入ったから、鎖蛇はいらないじゃん。チュキーン、美味しい。うん。5月にさ、健康診断行ってきたときにさ、まあ今ちょっと順調じゃないけど、まあだいぶ自分の体が変わってきたなっていう感じはあるんですけど、ね、当時ね、その男性の腹筋がやっぱりその割れるようになるっていう、まあ表面上割れてるように見えるっていうのが、まあ 15% が一つそのキーになるよみたいなね、まあ目安みたいなのがあるんですよ。まあご存知の方もいるかもしれないですけど、そう。これでなんとかならないのかな。お腹がすごい入ってる。お腹、赤くなるんだ。へぇー。あ、痛い。にゃろ、どっちの刃物の方がこう、強力かっていうのを勝負してやろうじゃねえか。さあ来い、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 痛い。さあ来い、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 さあ来い。あー、痛い。さあ来い、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 さあ来い。よっしゃ。あ、これでいた?よし、OK。うん。その時のさ、身長体重から割り出した、なんだっけ、体脂肪率がさ、18% って出た時にさ、あーなんか1年間こうやって頑張ってきたけど、やっぱ食事を何も気にせずにやってたとしたらもう全然あれなんだなーと思ってさ、まあ、食事の方もさ、あ、しまった!もういっか。ぐるっと。食事の方もさ、極力頑張るようにしてったらさ、なんかやっぱ体重がちょっと、体重じゃないや、体重っていうか、体重はなんかね、キープされてるんだけど、見た目がだいぶ変わってきたっていうのがあるからね。だから、摂取カロリーを維持しつつも、その、割合とかを、変えてったら、体つきがね、いろいろと変わるんだなっていうのはね、なんか肌身でね、感じたっていうところがあるから、やっぱりこう、ね、体を変えたいなっていうことを考えてる方に関しては、食事の取り方っていうのを、まあ意識してくださると結構体って変わってくんじゃないかなってのって、さすがにさ、結構節制してたわけっすよ。食べたいものとかも結構我慢したりとかさ、まあ別に
あの好きでやってるから、あの好きでやってることだから、なんかさ、あの そんなに頑張ってまでうんぬんとかっていうことは別にないんだけど、でもよくよく考えるとさ、頑張ってるからにはさ、みんなさ、こうお金を稼ぐことだったりとかさ、恋愛とかだったり仕事の成果だったりとかっていうので、やっぱりこういろいろね、結果が欲しいって思ったりするじゃないですか。それが出てこない時っていうのが辛いけど、あの結局その得たい成果とか結果が得られるかどうかって、そのやって頑張ってるけど何にも生まれないんだよねっていう、こういう時、一生懸命スピネル貯めてさ、やった、金のトークンが3つ手に入ったからさ行こうぜって思っても金トークンが手に入らない時、ショットガンのチャームが手に入らない時に、あの腐らずに頑張ることができるかどうかっていう、そこがやっぱ大事なんじゃないかなとかって思ったりするんですね。はい、新しいお品物がねあるかどうかっていうのね、すごい非常に重要なポイントであるんだけど、すごい山ダールのねねねねねなんかあっちの方でガタガタガタってやってるから、まあこっちの方で気にせずに、あれなんか飛んでる、あ違うわ、パーンって来る、パーンって来るから、こっちの方でヒューって行って、向こうの方もなんかいるのかな。ここさ、虫ちゃんがいるんだよね。虫ちゃんがいるから、ちょっとできれば、あの、お相手したくないんだよね。虫ちゃんってさ、やっぱさ、怖いじゃん？っていうことなんで、中に、ちょっと待って。これでなんか、あれ、ここなんかどっかにいるんじゃなかったっけ？ああ、目の前にいたわ。ごめん。それはちょっとさすがに唐突すぎたよね。びっくりしたよね。いい加減にして、いい加減にしてくれ。あと少しですね。あ、セリフがキャンセル されてしまった。それは私のせいでございますね。失礼しました。あれ、これを直接打ってもなんとも、ああ、なるんかーい。なんとかなったわ。ああ、目の前の、目の前、ああ、じゃあ、やばいやばい。ヒュン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 。近距離&長距離という、なんとも素晴らしい組み合わせで攻撃されてるぞ。あれ、足元になんかなかったっけ？あー、消えそう。あれ？来ない？あったやってきた。はい、オッケー。で、向こうの方から、あれ敵がわっすいわっすい言ってるけど、なんも来ないけど大丈夫かな。まあまあ、ここら辺はとりあえず、自分が引っかかったら怖いなーなんて思ってるとするから。まあ敵のね、あの、経路も、ああ、なんかごめん。なんかごめん。ご褒美プレイしてあげる。うわー、なんでそんなことになるなー。やばいやばい。どっかから、あいつか。違う、おめえじゃねえな。そんな軽い武器を持っているあれじゃなかったな。どこだ、どこに嫌がる。あ、やばい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 。おめえか、おめえか、撃たせねえ、撃たせねえ、撃たせねえ。接近戦ではシカゴスイーパーの方が早い。覚えてる。あれ、なんかどっかでちょっと待って。ブン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 走って行け、ブンブンどこまでも言ってる。どこだ？また！また！ほんとブラックバスの干物がなんかそこかしこに置いてあるよね。腐ってないのかな？大丈夫なのかな？これ登ったらどっかいるとか？あれ、なんかどっかでプル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 って言ってるよね。どこだ？登ったらいるんじゃない？あ、なんだ。後ろがいるからバックからついてやるよ。ほーら、気持ちいいだろう。あー、発狂してるやつがいるよ。チュッチュッ。はい、オッケー。ね、な、ちょっと待って、ちょっと待って。あの、今建物の中見えた人います？ピリッピッピリッピリしてる人がいたんだけど。あれ、なんかピーって言ってる。とりあえず、向こう行くか。そう、なんか、ね、建物の中がビリ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 してるけどね。バックトゥザフューチャーでもしてるのかな、タイムトラブルでもしようとしてる人がいるのかもしれないけど、こっから覗、あれが見えるな。あーでもあれ、さすがに無理か。さすがに、あの中を、あの中じゃないな、なんだっけ。無理、無理か。日本語がも言えなくて。じゃあ、はい、ここ。これで、あ、無理か。じゃあ、こっちは。これで、行った？普通に赤くなってるだけ。待って、あのさ、気づけよ。大変なことになってるのに気づいてくれない。あ、これでいった？いやー、生きてるね。ちょっと待って、なんか、ここまで来ると意地でもはなんかあの、これでやりたくなっちゃう。いった？いってない。ちょっと待ってよ。ほい。あれ？なんとかならんかい。ほい。微妙に調整。微調整、微調整。微調整、微調整。あ、無理だな。じゃあ、ここの斜めから打ち込む。いった？いや、ダメだな。なんなら2匹いるか？斜めから、斜めから。
あ、行ったんじゃねえか、これは行ったんじゃねえか。いや、行ってないね。全然ダメだね。ちょっと待って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 。ここまで行ったらやっぱりもうなんか、意地でも意地でも、異次元でも異次元でも、異次元のスイーパー。異次元のスナイパーだな。あれ？一匹は行った。違う、行ってないね。あー、なるほど。じゃあ、ちょっと、これでやってみる？ちょっとサドラー用に取ったやつなんだけど。うぃー、どうだ？え？うそん！ダメっすか？ほい！よし、これでどうだ？やつは無敵なようだ。無理だ。俺には手が負えねえ。諦めよう。ということで、しこたまアイテムを拾っていこうと思います。くっそ。くっそ。せっかくサドラー戦に残しておいたやつだったのに、やぁ！仕方ねえな。まともに相手してやるよ。こっからいけんじゃね？ほい。これでいった？ほい、オープン。生きてた、普通にー。あ、てか2匹いたのか知らなかった。ほい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 。あ、いてて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 て。本当に本当にクソだよ。本当にクソだよ。うんちと書いてクソだよ。おし、オッケー。ありゃにゃりゃ、バックドロップ。なんかカオス、後ろから追ってる。すげえ、ネクスタイム。ネクスタイムです。これ、あ、なんて、リベレーションに出てくるあの、サメの融合体みたいなやつ。名前忘れちゃったんだよな。ベルベットブルーでいいや。それはお宝の名前だ。あ、生きてるのか。ほい。切り刻みーの。で、まだ出てくる？あ、まだ出てきたね。なんかショットガンの弾が浮いてるけど。そんなことはきっと気のせいでしょう。黄金セサミー。よし。よし。おめえは近づいてきちゃダメなんじゃねえか？それは間違ってる気がするぞ。あ、カッチンカッチンカッチン。ほい。あ、ネクスト。ほい、オッケー。あ、違うな、違うな。そうじゃないんだよな。そうじゃないんだよな。あー、そうではやいんですよね。タイムカード切っておきますね。はい。か、あの、過労死がやっぱりね、今のね、あの、社会の大敵になってますから。はい。うん。だから、人間ってその、あれだよ。慣れの生き物。え？あー、なんだ、ね、確か。次。なんで虫がクニ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 言うんだっていう話だね。あれ？ああ、なんだ、起き上がってくるんだ。起き上がってくる。はい。待って、イノスケ超待機してんじゃん。イノスケ超待機してる。撃っちゃえ、撃っちゃえ。ああ、ちょっと待って、こっち向かってくる、もしかして、イノスケ。じゃあ、イノスケが来るまで、ここで待ってようか。どのくらいの時間かかるかな。ふう、ふう、ふう、言うてる。特には拾い忘れないアイテム等々は、めっちゃあるね。ここまで戻らない。あ、じゃあ、え？あ、違うわ。これ戻れないわ。え？戻れる？あ、戻れるね。戻れるか。なんだ？なんだ？どこから爆発音が聞こえた。あ、でもまだうおう言うてんな。入ってくるかな。おいでおいで。じゃあ、あと15秒だけ待ってあげる。うん。そう。ね。まあ、人間って慣れっていうのがあるからさ、例えば今、過労死ラインがさ、80時間とかって言われたりとかしてるけどさ、あの、昔はもっと働いてたわけじゃないですか。それこそさ、明治時代の頃なんかさ、1日16時間とか働いてたわけでしょ？うん。それが単純にさ、あ、なんだ。じゃあ、おいでおいで。ドン、ドン。はい、爆発。こうなったらどうなるんだ？変えるのかな？変えずにこっち向かってくんのか。オッケー。じゃあ、オープンセサミー！フリ、フリ、フリ。フリ。会いたいー！あ、買いやがった、買いやがった。とりあえず、じゃあ、こっち行く。で、違った。特に今、組み合わせられそうなアイテムはないと思う。じゃあ、またあれだね。あ、ちょ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 。あ、なんだ。二個とも爆発したら、これしかも変えた。あー、待って、復活してたじゃん。あー、ちょっと、ちょうど見えないポジションに行きやがって。裏側は見せられませんよってか？うん。なんだ、変えても生えてくんじゃん。なるほどね。あの、替え玉は生えてくるものっていう、そういうあれでしたね。残念でした。何が残念なのかちょっとよくわかんないけど。とりあえずもうこっち進んでいこうか。でもあれでもなんか、中にももう一体いるんじゃなかった？こっから撃てたり、あれ？めっちゃ空いてる。ここって空いてたっけ？いたわ。はい。全身、飛ばし。
チュイーン。ここ開けれる。開けれた。あ、ガンパウダーだ。ありがてえ。ありがてえ。キッキに冷えてやがる。そう、だからさ、80時間のさ、あの、過労死ラインだ、うんぬんとかって言われてさ、あの、なんだ、たった80時間くらいでとかって言うけどさ、もう現代の人たちはさ、もうさ、あの、ね、月160時間まあ、単純に計算するとさ、8×20日間じゃないですか。ね、で、160時間しか働かないと、まあ、160時間って、まあ、実際多分に、ね、あの、その2倍くらいは平気で働いてるんだろうけど、トータルすると。うん。っていうことを考えたら、そういう世代よ、そういう世代にさ、じゃあ、例えば、ね、そういうさ、なんか、あの、たかだか80時間くらいでさ、しんどいよとかって言ってるおじさま方がいたとしたらさ、あなたたち普段から運動しますかって言ったら、いや、運動はしないな。わかりました。じゃあ明日からの毎日あの20キロ走ってくださいって言って走んのかって言ったら、走らないじゃないですか。それと一緒っすよ。今まで、今、例えば月に20時間働いてますっていう人たちにさ、じゃあプラス80時間で働いてよねって言ってさ、働くわけないじゃん。それと一緒。それを考えられてないね、あの、ほんと愚か者どもっていうのが、まあ今のね、あの世の中っていうのは、あの、ワークライフバランスとかっていう言葉に、とかをなんかもう無限にしてしまっているっていうね、そういうのなんですよ、うん、ね。であとさ、よくさ、あの教員のさ、なんかあの働き方うんぬんとかっていうのがさ、こういろいろとか言われてさ、あの教師はかわいそうだなんだとかって言ったりするけどさ、それもさ、結局さ、あのその世界の人たちが勝手に作った謎のルールによってがんじがめるしなさ、縛られてるんだからさ、まあ現場の人たち大変かもしれないけどさ、結局自分たちで自分の首絞めてんだから、あのね、あの大きい見方をした時には残念ながらちょっとって思ったりはするんですけどね。ちなみにさ、これでちょっと待って。アシュリー。アシュリー無敵だ。このアシュリーは無敵だ。すげえ。このアシュリーは無敵シュリー。無敵シュリー。まあでもあのそれを言い始めると、まああれですよ、あの公務員とかさ、大きい括りだけじゃなくてさ。一般的な企業もそうよ。企業でこういう働き方をしましょうっていうさ、あの就業規則、まあ、10人以上になったら就業規則が必要だとかって言われたりとかさ、まあ、それから、なんだっけ、まあ、一般的な企業で培われる、いわゆる企業カルチャー、風土とか文化とかっていうのを言われたりとかもするけど、そういうのも結局作り上げてるの自分たちっていうところだから、ね、文句はぶっちゃけ言えねえよっていうのが、正直なところなんじゃないかなとかって思ったりするけどね。その肉も骨も、まあ、あの僕ありがたいことにですね、あのあれですわ、ありがたいことにって、ありがたくはない、全然ありがたくはない話なんだけど、なんだっけ、なぜ安寧を拒む、恩寵を受け入れるだけでいい、まあなんだろうな、そう彼女のよう、サードだ。あの僕が、まあ、今3社目、会社として3社目なんですけど、まあ、なんだろうな、いずれもその30年、今日ちょうど30年を東京から迎えた会社たちなんですよね。要はあのまだ創業者がいるっていうような会社それぞれで、あの仕事をしてるんですけど、まあ、一つはもうほんとしがない中小企業で、一つはもうしがない中小企業で、一つは、大手上場企業で、まあ、まあ、言っちゃうと特定されちゃうからあれなんだけど、もうあの上場してる企業のどこかですというところなんですよね。うん。だから30年っていう同じ時間があっても、まあやっぱり創業者のその手腕一つで、どこまで仕事が、あの会社が大きくなるかとか、文化が、あの、ちょっと調整されるかとかっていうのは、やっぱ変わるんだなと。結局ね、リーダー、トップがどうか次第なんですよ。もう2社目のリーダーなんかひどかったからね、本当に。うん。二社目のリーダーもひどかったし、一社目のリーダーも、その、ひどいかどうかっていう、その、ひどかった頃を、の話はものすごく聞いてるんですけど、まあ、なんだろうな、僕はあんまりその場面を、まあ、出くわすことはなかったんですけど、うん。まあ、でも、ひどかったっていう話はよく聞きますよね。おっぱいに触りたいけど、頑張って触らないようにしてる、この、あのレオンの葛藤が今見て取れるよね。こんなプルンプルンしてるさ、おっぱい目の前にさ、もうこういう状況だからさ、まあお互い意識朦朧としてるはいいけどさ、完全に向こうがさ、意識もうないわけじゃないですか。足プランプランだしさ、ここまで力が抜けてるなんてことってありえないわけだよね。だからあの50キロくらいかな、もうこんだけおっぱい大きかったらもう50キロは優に超えてると思うんですけど、そんな状態の中でさ、もう
仮におっぱいを掴んでさ、ちょっと掴むところがなかったから、掴みやすいものがあったからおっぱい触っちゃったんだよって言っても、多分許されるんじゃないかなって個人的には思うけど、皆さんいかがですかね。もうこういう時に限ってなんでここ封鎖されてるんだよーみたいな、ってことですね。はい。じゃあ行きましょうか。じゃあこのまままっすぐ進んでいこうかなというところでございますね。はい。じゃあまっすぐまっすぐ進んでいって、行こうというところでございます。で、まあこれがね、多分ね、なんかなんだろう、まあ、ボルデモートに心酔してきた人たちなのか、ボルデモートに、じゃあ逆だな、ボルデモートが心酔した女性の数々なのか。まあ、このなんか体格等々、あ、でも、レオンと身長一緒くらいかってかなったら、でもなんか、あの、肩幅とかそういうの見てると結構あれだよね。普通に女の子と、顔見せないようにあれだね、全部後ろ向いてんだな。これ戻ったりとかしたらどうなるんだろうね。これちなみにこのまま我慢したらどのくらいの耐久ができるんだろうな。なんかあの、2分以上ほったらかしにしたら、死んじゃいますとか、そういうオチになったりとかするのかな。じゃあこれ、どうか。ようやく初めてさ、ルイスさんのさ、あ、ルイスさんじゃねえや、梅田ジャパンさんが、初見プレイでバイオハザードをやったっていうシーンを、見たんですけど、さすがにルイスの鍵は売れないっていうのを見て、なんかすごいエモくなったっていう感じだったんですよね。まあ、絶対救い出してみせると言っているんで、まあ、とりあえずじゃあここで。で、これを無視して、なんかいろいろ資料見れたりとかしないのかなとかって思ってたけど、レオン。あなた、おっぱいを触らないで本当に紳士的だったわねって。あれだね、やっぱり岩のベッドよりもちゃんとしたクッションのある椅子の方が、気持ちいいんだろうなっていうところですね。はい。まあ、で、ここでね、自分で試さずにね、まずアシュリーから行くっていうところが、ルイスに対しての絶大なる信頼を置いているっていうところなんでしょうね。さすがルイスでございます。まあ、くるーんと回っているけれども、さあ、果たしてどうなるのやら、ピッ、ピピ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 。やるぞ。こんなところで、こんなところで、椅子に座ってやっちゃうぞ。キャはい。なんかね、やっぱり何回聞いてもこれじゃなかった感がすごい大きいなっていう感じるアシュリー絶叫シーンでございますが、まあ人間本当に気持ちよくなって生き果ててしまうとあんな声が出るんだろうなっていう視点で皆さん温かく見守っていただけたらなというふうに思います。ということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次回パートお会いできたら嬉しいです。チャンネル登録もよろしく。ではまた。